パリ11区の一、パリ11区の一、パリの11区は、フランスの首都、パリ市を構成する20の行政区の一つである。第11区、パリ11区とも言う。市中央部の東に位置しており、セーヌ川の北にある。パリの11区は、市中央部の東に位置している、行政区。ボパンクール区と呼ばれることもある。セーヌ川の北の地域にあり、北西の角は、レピュブリック広場。 南西の角はバスティーユ広場となっており、南東の角はナシオン広場に近い。人口は149,102人だが、人口密度は1平方キロメートルあたり4672人で、20区の中では最も高い。ロケット通りとシャロンヌ通りの間を走るラップ通り。昔はダンスホール、現代はディスコやレストランバー等が連なる。 区の名称は、市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、各区に付けられた番号を元にしており、東区は、その11番目にあたることから、11区と名付けられた。区の南西部にある、バスティーユ広場界隈からロケット通り、区内北東部にかけて、さらに北部にある、オベルカンフ地区は、レストランやバーが集まり、夜遊びで人気のある歓楽街にあたる。 パリ11区の詳細地図11区のカルチエ11区はパリ中央部の東に位置している。セーヌ川の北の地域にある。区の形は四角だが南東方向に大きく突き出した形をしている。北西の角に位置するレピュブリック広場から南東の角付近にあるナシオニ広場へ向けて区を斜めに分断する形でボルテール大通りが走っている。面積は 3.67平方キロメートル。北は同じパリの行政区である10区に接しており、北西の角はレピュブリック広場となっている。南は西のバスティーユ広場から東のナシオニ広場付近を結ぶフォブール三端とはあヌ、通りを境界として12区に接している。東は20区に接している。西は3区に接し、南西の一部は4区に接している。 パリの行政区は、それぞれ4つの地区に区分されている。11区を構成する4地区の高度と名称は、次の通りである。サンマルタンンン川11区内では、リシャールルノワール通りの下を通り案許可し、レピュブリック広場の東側、10区に入ったあたりで、地上に出る。11区の人口は、1911年に242,295人となり、ピークに達した。 しかし、その後は、減少を続け、1999年には3分の2以下の14万9102人となった。2005年の推計では15万2500人と見積もられており、人口の回復が見込まれている。人口の減少とともに、人口密度も減り続けており、1999年の人口密度は、 ピーク時の3分の2以下の4万672人となっている。しかし、20区のうちでは最も人口密度が高く、第2位の10区を1万人近く引き離しており、パリの平均人口密度の1.7倍に達している。人口の推移の詳細は、次の通りである。現在の11区の境界が確定したのは、第2位訂正したの1860年である。 これは、ティエールの城壁のうちのコミューンの全部、または一部をパリに併合した上で、パリを新たな20区に分割することを内容とする1859年6月16日法が、施行されたことによる。それまでのパリは12区に分割されていたが、現在の11区は、休業制区の8区の概ね範囲分を含んでいる。第11区役所11区には、 多くの劇場等があり、文化的な地区である。パリの広場は、しばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の島を道路が周回するロータリー上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分は、オベリスクや緑地等に利用されている場合もあり、エトワール外線門があるシャルルド・ゴール広場は、世界的に有名である。 11区の広場や交差点には次のようなものがある。ありがとうございます。